はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます、えー。今日のテーマはですね、世界一有名なノースカロライナ大学のセカンダリーブレイクということでお話をしていきます。前回ですね、このセカンダリーブレイク、速攻とセットオフェンスのちょうど中間になるですね、ディフェンスがまだ戻りきってないうちにシュートに行っちゃおうという非常に攻撃的な、えー、オフェンスパターンを紹介したんですけれども、まあ、これはですね、あのー、 5対4などのアーリーオフェンスということで非常にシンプルな形をね前回は紹介したんです、ね、で今回はその最高峰というかやっぱりこのアーリーオフェンスといえば代名詞的に、ね、アーリーオフェンスが代名詞なチームといえば私の中ではやっぱりノースカロライナ大学なのでぜひそのノースカロライナ大学が伝統的に使っているアーリーオフェンスも皆さんにえ紹介したいなと思って今日はお話をしています。 えー、まあノースカロライナ大学といえばですね、えー、非常に名門中の名門、えー、確か2年前も NCA、アメリカの大学のね、えー、全米選手権も制覇したんじゃないかなということで、えー、数々のオリンピック選手それから NBA 選手を輩出しております、まあ、一番有名なのはなんといってもマイケル・ジョーダンですよね、えー、そういったノースカロライナ大学なんですが、えー、ここはですねあのー、特にこのセカンダリーブレイクアーリーオフェンスが武器のチームということで非常に有名です。うん ねえー、前回の動画では繰り返しになりますけど、えー、非常にシンプルな形をお伝えしましたが、まあ、今回の、ねえー、カロライナブレイクはそういう意味ではちょっと複雑な面例えばスクリーンプレイが入ってきたりしますでだけれども、まあ、こういうものもあるよということでですねぜひね、えー、こういうあの少し発展系のものも、えー、チャレンジしてみてはいかがかなということで今日はお伝えをしていきます。 はい、ノースカロライナの、ね、ブレイクは主に3つにあります1つ目はリムランニングですね。そして2つ目はバックスクリーンそして、えー、と3つ目がクロススクリーンということでスクリーンプレイが入るというところに注目をしてください、はい、では1つ目はです、ね、リムランニングこれは前回もお話ししましたけれども、とにかくリバウンドを取らなかったセンターリバウンンドを取らなかったセンターはまず リングに向かってダッシュすするとということですねでガードからセンターに入れてもいいしこの図の図ように、ね、ガードから1回ウイングを経由してインサイドを入れてもいいということでとにかくリムランニングをするということが非常に重要になります、えー、とリバウンドを取った時点からの走り出しについてはぜひ前回の動画をご覧ください、ねえー、と走り出しをしてきたという前提で今日はね、今日の画面はハーフコートの図だけになっています。 はいまあ、こういった形で、まずはですねセンターがリムランニングするっていうのが一番重要ですね、はい、速攻で一番重要なのがセンターがリムランニングするということになります。うん でここでボールを入れたら、ね、そのままポストポストに駆け込んでいったりとかそれからポストポストからのスキップパスをしたりとか、まあ、こういうふうにオフェンスシュートチャンスを作っていけるのでまずはセンターがとにかく走っていってリング下でボールをもらうことを考えるということが第一ですねこれがリムランニングになりますそして2つ目ここがバックスクリーンということでこれがです、ね、ノースカロライナの非常にこう、えー、中心となるオフェンスなんですがこういうパターンですね リムランニングを5番はしましたただ、ボールがパスが入りませんでしたという,ふうになったとしますそしたらですねえ、ボールを展開します2番から1番そしてトレーラーの4番を経由して3番の逆サイドにパスをパッパッパッと経由するんですね、うんで。これに対して5番はですね、3秒バイオレーションを気にしながらしつこくシールしてそれでもゴール下でもらおうとするとしつこくシールするということが大事になります。 でここからですね、バックスクリーンどうするかというと2番の選手、最初にボールを持っていた2番の選手が一度、インサイド側に、ね、押し込んでから V カットをしてスクリーンをするとでトレーラーの4番の選手がそのバックスクリーンを使って飛び込むというこのプレーですね。 このプレーがですねノースカロライナ大学の、えー、もう伝統的な形になっています当然、このスクリーン引っかかれば、えー、4番の選手にアリウープのような形でパスもできますし、えー、ここにディフェンスがね4番と2番のスクリーンのところにディフェンスが対応していれば5番のローポストにパスも入れやすくなるということでどちらにしてもゴール下を狙えるというような形ですねもう一回簡単にいきましょうまずリムランニングをします ね、リムランにパスが入らなかったらボールをどんどん展開していくとで展開していた時に5番はしつこくシールをしそれに合わせて同時に2番が4番にバックスクリーンという形ですねどちらかにパスが入る可能性が非常に高いということになります、まあ、これがねノースカロライナの非常に有名なセカンダリブレイクの格となるプレーになりますでこのあとですね3番目のオプションとしてクロススクリーンなんですが、まあ、ここでね パスをして3番から4番にこの状況ですね、先ほどの図で3番から4番にどちらもパスが入らなかったこの5番にも4番にもどちらもパスが入らなかったときはスクリーンした後にトップに行く2番にパスを返してもう1回逆サイドにボールを振るんですねそしたら4番が5番にスクリーンをクロスコートかけて5番に入れるというふうにこういうところまでやると。 いうことになります、まあ、最近の、ね、ノースカロライナ,ーナーを見ていると、まあ、ここまでやらずに、うん、ガードの選手この2番のところに、ねえー、ピックアンドローリーに行ったりすることも多いようですが、まあ、基本はこの形なんですよね、はい。ということでまとめていきますけれども、うん、とにかくしつこくインサイドを狙うということがこのノースカロライナーブレイクの一番のポイントになります。ねえー、最初はリムランニンニグをすると いうところそしてリブランニングにボールが入らなければパスをね、えー、展開をしてしつこくシールをして、えー、バックスクリーンを狙うとでバックスクリーンにパスが入らなければ今度はクロススクリーンをするというふうにどん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 んとにかくしつこくインサイドを狙うっていうところがこのね伝統的なプレーの素敵なところなので、まあ、形そのものはちょっとね難しくても。 このとにかくしつこく速攻でインサイドを狙うっていうこのコンセプトは、ね、どのカテゴリーでも真似できるかなという,ふうに思いますただです、ね、逆にです、ね、あんまり作り込むと、まあ、再現できないんですよね私自身の経験でいうともう十数年前ですけど高校生の男子にこのカロライナブレイクそのままやってみたことがあるんですがあんまり試合で出てこないんですねディフェンスがこう戻りきってない状況の中でのイメージなんですけども戻りきってない状況の中でスクリーンをする意味があんまないとき って結構あってその時選手がこう迷っちゃったっていう経験があるのであんまりこう作り込むとですね、えー、逆に再現できなくて練習が無駄になっちゃうのでその辺はねアーリーオフェンスをどういう形にするかっていうのは難しいところなんですねだからあまり複雑にしないで、えー、インサイドをしつこく狙えるようなそういうパターンを作ることが大事だと思います。えー、個人的にはね前回お話し,したすごくシンプルな ホストがとにかく駆け込むだけのアーリーオフェンスっていうのが一番いいかなと思っているんですけども、まあ、トップレベルの、ね、世界だとこういう複雑なものもあるよということで今日はノースカロライナのブレイクを紹介させていただきました、まあ、ぜひ、ね、あなたのチームに合った自分自身でセカンダリブレイクを作っていただけたらということでぜひ頑張ってください はい、ありがとうございました、えー。このチャンネルバスケの大学はいつもこのような形で、えー、バスケットボール指導者の方に向けて悩み解決になるようなお話をしております。えー、もし面白かった、興味が持てたという方であれば、えー、チャンネル登録をして応援してください、えー。そして現在ですね、無料のメルマガ講座をやっております。指導者の方向けに、えー、約半年にわたってですね、私の方からメールをお届けします。最初の1通目で、あの、 YouTube では見られない無料の特典教材もプレゼントしてますのでぜひそれだけでもお受け取りくださいこの下の説明欄にですねリンクが貼ってありますので覗いてみてくださいそしてもう一つ毎朝7時このチャンネルとは別にラジオ局というチャンネルでですねラジオをやっております音声だけなので通勤の聞き流しとか家事をしながらの聞き流しにぜひよろしくお願いいたしますはい最後までありがとうございました三原学でしたそれではまた